俺たちのジャパンへようこそ。私たち日本人にとって水道水を飲めるのは当たり前。子供の頃は特に公園や学校の蛇口から直接ごくごくと飲んでいましたよね。しかし水道水を飲める国というのは世界的に見ても非常にレアなんです。今回は日本の水道水の凄さがわかるある大学生のエピソードを紹介します。日本の水道水を飲んだ外国人留学生が倒れてしまい、彼は慌てて見舞いに行くことに。日本の水道水に問題があったのかと思いきや、倒れた理由はちょっと笑える意外なものでした。早速見ていきましょう。俺の名前は隼人。東京の郊外にある大学に通う日本人だ。将来は海外でバリバリ働くのを目指して国際学部に通っている。ネイティブな英語を話せるよう勉強中で、ボランティア学生として国際寮に住む留学生の面倒も見ているんだ。だから外国人の面白いエピソードには事欠かないんだけど、そのうちの一つを紹介したい。それは俺が1年生の時の出来事だった。国際寮では歓迎会や季節ごとの飲み会など定期的にいろいろなイベントをやっている。5月頃に行われる球技大会もその一つで、サッカーやソフトボール、バスケなんかをみんなで楽しむんだ。一緒に体を動かすことで国籍の違う学生とも仲良くなれると評判らしい。俺も1年生で、日本人の友達も外国人の友達もまだ少ないから、これが友達作りのきっかけになればいいなと思っていたんだ。実際一緒にスポーツをしてみると、俺の拙い英語や留学生の不慣れな日本語でもなんだかコミュニケーションが取れている気がした。点を入れた時にはがっつり肩を組んだりして、国際寮のメンバーは一気に仲良くなったんだ。ところが問題は試合後に起こった。グラウンドを走り回った後はみんな汗だく。当然喉も渇くよな。だから俺はグラウンドにあった蛇口をひねって冷たい水道水を一気に飲み干したんだ。あーうまい。これって別に当たり前のことだろ。だけど周りにいた留学生はそんな俺のことを目を丸くして見ていたんだ。どうしたんだ、みんなも飲みなよ。俺がそう言うと彼らは蛇口を指さして言った。水道水を飲むなんて大丈夫なのか。日本は綺麗で安全な国だけど、さすがに水道水を直接飲むのは。当時の俺は水道水を飲めない国があるのは知っていたけど、それは一部の発展途上国だけだと思っていたんだ。2年生になる頃には海外旅行の経験も積んで、各国の水道事情にもそれなりに詳しくなるんだけどね。1年生の俺にとってはアメリカやイギリスから来た学生まで水道水を飲むことに難色を示したのはちょっと信じられないことだったんだ。いやいや、日本の水は大丈夫なんだって。昔工場見学とかで見たけど、日本の水質管理は厳しいから。俺はそう言って再び水道水を飲んだ。留学生たちは俺の姿を見て安心したのか、それとも我慢できないほど喉が渇いていたのか、恐る恐る口をつけて、それからパッと顔を輝かせた。おいしい。嫌な匂いや味が全然しない。一人がそう言うとあとは早い。何人もの留学生が蛇口に殺到した。ところが、僕は絶対に飲まないぞ。盛り上がりに水を差すように留学生の一人が叫んだ。それは中国人のヤンだった。彼は水道水を飲むのがいかに危険かを早口でまくし立ててから、持っていたペットボトルの水を飲んだんだ。その剣幕には一瞬気まずい空気が流れたけど、球技大会の進行とともにうやむやに。確かに水道水を飲めるからといって
絶対に飲まなければならないわけじゃないからね。だけど俺はこの一件でなんとなくヤンに苦手意識を持ってしまっていた。それでも数日後、ヤンが倒れて救急車で運ばれたと。水中毒ってことは、つまり水を飲みすぎたのか？だってすごく美味しかったから。なんとヤンは人前では絶対に水道水を飲まないと言いながら、その後こっそり一人で飲んでみたらしい。危険だと思いつつ、他の学生が絶賛しているのがどうしても気になったそう。そしてその美味しさにびっくり、ミネラルウォーターを買うのが馬鹿らしく感じて大量の水道水を飲んでしまったんだ。ヤンは合わせていかに中国の水道水がひどいかを語ってくれたよ。中国で水道水を飲むなんて自殺行為だってね。敏感な人だと歯磨きやシャワーで口に入れるだけでもお腹を壊してしまうんだとか。蛇口から真っ黒い水が出てきて住民500人が赤痢に感染したなんてことが数世紀前ではなく2020年に起こっているんだ。しかも中国の水道インフラはお世辞にも良いとは言えず、断水はよくあること。だからヤンは日本でも同じなのだと思い、必要以上に飲んでしまったようだ。断水が起こる前に少しでも多く飲んでおこうってね。俺は少し呆れながら、日本ではよほどのことがない限り断水しないことを伝えた。この間は頑固な態度をとってごめん。中国では水道水を飲むのはとても危ないことだから信じられなくて。今回のことはハヤトのせいではないと寮のみんなにも連絡しておくよ。ヤンの素直な謝罪を俺は心よく受け入れたよ。この一件は日本に来た外国人留学生の失敗あるあるとして国際寮でも語り継がれている。日本の水道水は美味しいが飲みすぎるなってね。俺はその後夏休みや冬休みにいろんな国を旅したんだが、どこへ行っても安全で美味しい日本の水道水のありがたみを感じたよ。日本人はもっと自国の水道水を誇っていいと思う。日本の水道水は煮沸なしで飲んでも体調を崩すこともなく完全に安全だよ。塩素の匂いが気になるって人は蛇口に簡単な浄水フィルターをつけるだけでミネラルウォーター並みのうまさになるよ。地元は硬水の国なんだけど、私の口には日本の軟水が合っているわ。10年以上東京の水道水を飲んでるけど、もちろん体には問題なし。各地で微妙に違う味を楽しめるのも日本全国どこでも水道水の飲める日本ならではだな。長野の水道水は今まで飲んだ水道水の中で世界一だと思ったよ。仕事で中国の田舎に行った時は大変だった。顔を洗うために一度水を沸騰させて冷めるまで待っていたんだけど、水面いっぱいに謎の物質が浮いてきたんだ。飲むどころか触れるのも嫌だったね。世界には200弱の国があるのにもかかわらず、水道水を飲める国は日本を含めてたったの15カ国しかありません。日本以外の国とはオーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、フィンランド、アイスランド、アイルランド、オーストリア、スイス、スロベニア、ドイツ、クロアチア、アラブ首長国連邦、モザンビーク、南アフリカです。しかも中にはかろうじて飲める程度で決しておいしいとは言えない国もあるそう。厚生労働省の厳しい基準や優れた浄水システムは日本人にとって当たり前のものですが、本当はもっと感謝しないといけないのかもしれませんね。それでは
最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。お疲れ様です。パーソナリティの楓です。今回は小さな子供が一人で電車通学する日本に対する海外の反応と、日本、中国、アメリカの子どもの安全への向き合い方をご紹介していきます。実は日本人の子どもの独立性が世界中で話題になっていることをご存知ですか？日本では何ら違和感のない日常の風景がたびたび外国人を驚かせているのです。ではまず日本の子どもたちの一体どのような点が注目されているのかご紹介していきましょう。1、一人で電車に乗ることができる日本人の子ども。日本の子どもは基本的には自宅から一番近い学校に通うため徒歩通学が多いのですが、私立学校に通う子は電車やバスを利用します。その際、初めのうちは親が付き添っていますが、ほとんどの子どもはほんの数回でしっかり道順や電車、バスの乗り方を覚え、1週間も経たないうちに一人で安全に登校できるようになっているのです。海外ではスクールバスがある学校がほとんどで、日本でいう幼稚園バスのように決まった場所まで迎えに来てくれるため、日本の子どもの独立性にはとても驚くんだとか。実際に日本の子どもの登校風景が撮られた写真がインターネットで海外に広まり話題になったことがあります。その写真には小学校低学年くらいの小さな子どもが駅のホームで本を読みながら電車を待っている姿が写っていました。この様子を見た外国人からたくさんのコメントが寄せられていたので、一部をご紹介していきますね。日本は子供が一人でいても全然危なくないんだな。そうそう、そうなの。私も一人で電車に乗る子供を見て驚愕した。子供の時からこれだもん。日本と俺たちには大きな差があるわけだよ。私の国も子供が一人で通学できるような国になってほしい。パラグアイとは教育方針に差がありすぎる。小さい頃から自立させようとするんだな。結局治安と交通機関の差なんだろうけど。日本以外の国からすると驚愕の光景だけど、日本だとあれが普通だから。電車を待っている間に本を読んでいるのがまたすごい。俺が日本を旅行している時に一番驚いたのは、子供たちが携帯電話じゃなくて本に夢中なことだった。基本日本人は公園でもカフェでもどこでも本を読んでいたね。あれは美しい光景だったよ。日本の社会は見ているだけでポジティブな気持ちになる。本当に特別な国だと思います。以上が海外から寄せられた反応です。日本人の私たちも小さな子供を一人で学校に送り出すとき、道を間違えないか、事故に遭わないか、不審者に遭遇しないかと心配をしますが、外国ではそれが非ではないことがわかります。子供が一人で街にいたら無事に帰ってくるのが奇跡だというくらいの確率なのでしょう。また小さな子供が本を読んでいる姿も話題になっていましたね。日本に住んでいると大人は電車の中で携帯電話を見ている印象が大きいですが、本を見ている人も一定数見かけます。これは
海外より多い割合なのかもしれません。また遊んで走り回るわけでもなく、ただ座って黙々と本を読む子どもの姿は、外国人に真面目で勤勉な日本ならではだと思わせているのです。中国の油断できない子どもの生活環境。一方、中国では子どもの安全に関してまだまだ不安な点が多いんだとか。例えば2014年、子どもたちの安全を守るはずの校内で悲惨な事故が起きました。ある小学校で休み時間が終了し、午後の授業のためにたくさんの児童が教室に向かっていた時のこと。児童たちの通り道に面した壁に、縦2メートル、横 1.5 メートルの大人の背丈をも優に超えるような大きなマットが立てかけてあったそう。それを児童が蹴ったり殴ったりして遊んでいた結果、マットが勢いよく倒れ、周辺にいた児童たち30人近くを巻き込む事故になりました。30人ほどの児童は将棋倒しのようになり、人やマットに押しつぶされて6人が死亡してしまったのです。この事故はマットを危険な場所に置いていた学校側の不注意とされ、中国国内で大きく報道されました。そして悲しいことに、不注意で学校内に起きる死亡事故は中国では少なくないんだとか。日本ではこのような学校側に過失のある事故はほとんど起きません。それは子どもたちに危険が及ばないように、やりすぎではというくらい細心の注意を払って学校の環境を整えているからです。日本では倒れたら危険だと想定できる巨大なマットを、子どもたちが触れるようなところにはまず立てかけないでしょう。このように予想できる最悪の状況を想定して未然に防ぐことを当たり前にしている日本。一方で中国は学校でさえも子どもの安全を守るための配慮が足りていないので、街を一人っきりで歩かせ電車やバスに乗せるなんて到底無理なのかもしれません。 3. 危険がいっぱいの中国の道路。学校だけでなく、中国では道路も危険が多いと言います。日本でも子ども自身がどんなに注意していても、自動車側が突っ込んでくるという不運な事故が起こりますが、中国ではそういった事故がさらに多いです。その要因はまず道路の交通量。中国は言わずと知れた人口の多さですが、その分車も多く走っています。日本ほどしっかり規制もされていないので、スピード違反や信号無視が多く、歩行者側に罪のない事故件数は日本以上です。また驚きなのが中国の交通ルール。なんと車が優先というルールがあるのです。つまり車が走っている限り歩行者は道路を渡れないということ。もちろん信号機のあるところではその表示に従いますが、狭くて信号のない道やショッピングモールの駐車場の出入り口などでは車を優先的に通さなければなりません。いくら急いでいるからといって車が走っているところを飛び出せば自分の命が奪われることになるので待つしかありませんが、譲り合い精神が弱く自己主張が強いと国民性が評価される中国では、いつまでたっても歩行者が渡れないことは日常茶飯事なんだとか。また車優先であれば信号のない交差点では車がスピードを落とさない可能性もあるため事故率も上がるというわけです。このような環境ではとても小さな子供を一人で歩かせるなんて怖くてできないでしょう。4. アメリカの子供の安全に対する向き合い方。
ここまで日本と中国の子どもの安全に対する向き合い方をご紹介してきました。最後にアメリカの向き合い方をご紹介していきます。アメリカにはヘリコプターペアレントという言葉があるのだそうで、これは頭上をぐるぐる回って見守り続けるヘリコプターのように子どもをずっと見守っている親のこと。日本でもちらほら使われているそうですが、まだあまり定着してはいませんね。この言葉はあまりいい意味で使われることはなく、子供が大きくなったにもかかわらず子離れできてない親に向けて使われます。しかしアメリカではヘリコプターペアレントにならなければいけないほど犯罪率が高いため、仕方のないことかもしれません。このような背景からアメリカでは子供を一人で歩かせたら親が逮捕される法律もあるくらい、日本のように子供をたった一人で電車通学させるなんてもってのほかなのです。いかがでしたか？日本、中国、アメリカ、それぞれ子供を取り巻く環境が異なっていることが分かりました。日本でも子供を狙った犯罪、事故に巻き込まれることはゼロではないので、日本は安全だから幸せだと心から思うことは難しいですが、他の国と比べると自由度が高く恵まれているのです。自分の身の危険に怯えながら生きていく必要のない平和な世界が来るといいですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もお忘れなく。俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは WBC 日本代表で日系選手として初選出された選手をご存知でしょうか？そう、彼の名前はラーズ・テイラー・タツジ・ヌートバー選手で、25歳の青年です。今回ご紹介するのは、その彼のファンである一人のアメリカ人男性。彼は日本対韓国の試合を見てあることを感じます。それは韓国の対応と日本の対応の違い。それは一体どういうことだったのか、どうぞぜひ最後までご覧ください。僕の名前はダウニー。アメリカのロサンゼルス出身の30歳だよ。いきなりだけれど、俺の今一番推している野球選手を聞いてほしい。その選手はラーズ・テイラー・タツジ・ヌートバー選手なんだ。名前くらいならみんなも聞いたことがあると思う。彼は第5回 WBC 日本代表のメンバー入りをしている選手なんだ。なんでアメリカ人が日本代表って思う人もいるだろう？実は彼、ヌートバーはアメリカ人の父と日本人の母を持つ、いわゆる日系アメリカ人なんだ。WBC 日本代表では日系選手として初選出されたらしいよ。俺が彼を知ったのは MLB のセントルイス・カージナルスの試合だったんだけど、それまで WBC の日本選手として選ばれるなんて思いもしなかった。そして第5回ワールドベースボールクラシック。俺はアメリカに住んでいながら大ファンのヌートバーのために侍ジャパンの戦いを応援していたんだ。アメリカは豊富なスポーツチャンネルで海外のゲームも見れるのが嬉しいよね。この試合、日本にとっては宿命と呼べるライバル韓国との対決。そこまで日本に詳しくない俺も見ている時はハラハラしたよ。結果として最終的に13対4の圧勝。日本が WBC 開幕2連勝を飾ったんだ。俺はこの観戦を恋人のキャシーと見ていたんだけど、お互い試合が終わった後に興奮しきっていてさ、日本はこうすればよかったんだとか、感想の言い合いだったよ。先発のダルビッシュが乱調だったね。3回に3点を失う展開にはハラハラしたわ。わかるよキャシー、でも3回裏からはすごかったよね。
正隆吉田が2点タイムリーヒットなどで4点を奪って逆転だったんだから。そう、最初はハラハラしたけれど3回裏からは逆転劇を見せたんだよ。健介近藤のソロホームランや翔平大谷のタイムリーヒット、そして何より俺の推しているヌートバーもタイムリーを放ってくれた。その結果13安打13得点って素晴らしい結果を出してくれたんだしね。もちろん韓国も素晴らしかったよ。先発のキム・グァンヒョンはあの年でいい球投げてたし、韓国の野手陣もちゃんと触れていて仕事はしていたからね。打線だってダルビッシュや今永から一発放つなんてまぐれでできることじゃない。だから俺はどちらの国にもお疲れ様って褒めてあげたいと思えたんだ。でもね、その次の日俺は驚きのニュースを目にしたんだよ。朝から昨日の韓国戦の話題で流れていたけど、中でも韓国のテレビ局が報じた内容に驚いたんだ。放送局スポ TV ニュースは1勝7敗、これが日韓の現実でありもはや宿命のライバルではないという刺激的な見出しを打って次のような論説を掲載したらしい。ちなみに俺は韓国には詳しくないけど、これまで宿命のライバルとか宿敵とか言っていたみたいだ。その記事にはこう書かれていたんだ。恐れていた東京3時の悪夢が現実のものとなってしまった。まさしく投打ともに完敗、3点を先行したのもつかの間、あっという間にスコアをひっくり返され、みるみるうちに点差は開いていった。4対13は避けられない結果であり、避けれない現実だったのだって。他にもこれまで日本を指して永遠のライバルだとか宿敵という表現を使ってきたが、最近の対戦結果を見ればそのような言い回しももはや無意味であることがわかる。2009年の WBC 2次ラウンドで2対6の敗北を喫してから、今回4対13で負けるまで日本とは8試合戦ったが、韓国から見て1勝7敗という絶望的な結果を知らされる。全く日本との実力差を確認させられるばかりだ。何一つ日本より先を行くものがなかったんだ。もはや宿命のライバルという表現も似合わないって厳しいコメントが書かれていたんだよ。俺とキャシーはこの記事を見てとても驚いてしまったね。韓国メディアってすごく手厳しいわねってキャシーが驚いていたくらいだ。この結果には韓国ファンもブチギレているらしい。一方、試合終了後に栗山監督が試合後に発したコメントに対してひどい記事もあったんだ。栗山監督はインタビューで、韓国が強いチームであることは分かっていたので必死だった、運よく勝った、失点後にすぐ逆転できて幸いだったと言っていたんだけど、それに対してからかっているのか、日本の監督、韓国は強く運がよく勝ったと見出しを打った記事を載せていたんだよ。しかも続きには、韓国は日本に大敗した、敵将が意図せず韓国をもう一度傷つけた、嘲笑の意図はなかっただろうが、恥ずべきスコアで負けた韓国を強いチームだと言って、日本の監督はもう一度致命的な打撃を与えたのだって掲載していたよ。好き放題言っているのね。これって韓国の監督のインタビューはなんて言ってるの？ちょっと調べてみるね。俺がネットで見ていると、日本の強さを認めつつ決死の覚悟で挑んだ一戦を振り返ったとネットの記事にあったんだ。実際これはニュースメディアマイダイアリーが伝えていることなんだけど、イガンチョル監督は全体的に厳しい試合だった、試合序盤に我々が勝機をつかんだが投手交代策で失敗したように思う、全て私の責任だって言っていたね。しかも日本の優秀な投手陣に対して韓国の打者はうまくついていったが、投手陣が本来の能力を発揮しきれなかったと痛感している。日本は強かった、認めるって言っていたみたいだ。確かにそうだなって俺も思ったよ。あら、韓国の監督はしっかり認めているじゃない。キャシーもこの記事を見てそう言っていたよ。ねえ、大谷のことは何も言っていないの？キャシーが言うには、3回裏日本の3番 DH 大谷を申告敬遠してスタンドから大ブーイングを浴びたことだね。守備側がピンチを迎えた時、
相手のバッターが強打者であった場合に敬遠策はよく見られるやり方だよ。あの状況で大谷に大きなものを打たれたら試合が終わると思った。次の打者の調子が悪かった。私たちが次に選んだ投手の変化球が良かったのでゴロを打たせて併殺打にできると踏んだからだ、だって。やっぱり村上は敵から見ても不調に見えるってことね。大谷はメジャーで申告敬遠の最も多い打者だしね。1試合で3個、4個もされることもあるよ。だから韓国の判断は間違いではないんだ。でも俺はこの記事を見て韓国ファンが選手をダメ出ししているのが分かったよ。負けを認めていて相手を褒める、それは日本の監督もしているし、上から目線じゃないのが日本らしい。でも韓国は違うってことだ。だから試合終了後の韓国のコメントが恥を知れ、アマチュアか、監督は無能、投手起用がひどい、今後 WBC を韓国で開催しないでくれ、4戦全敗が見えた、韓国の野球は終わった、投手陣崩壊、野球もサッカーもなぜ弱くなってしまったんだ、日本は残忍、わざとコールドで終わらせてくれなかった、こんなコメントばかりなんだ。これには呆れたことだった。ねえ、でもヌートバーとか大谷への危険球についてはない？キャッシーが気にしているのは、この時大谷は3打数2安打1打点、相手投手に危険なボールを投げられ視線を送る場面があったことだ。これについて監督の謝罪はないね。そっか、申告敬遠はわかるけど、危険球を続けるのは危ないんだけどね。そう、実は大谷の前に俺の大好きなヌートバーも背中に危険球を投げられていたんだよ。これがメジャーなら乱闘騒ぎになっていたね。普通なら韓国のプレーに注意するのが普通なんだけど、あのシーンは俺も許せなかったなって言いながら俺はさらに記事を追ってみたよ。危険球の場合は6回に日本代表侍ジャパンのヌートバーが背中に支球を受けたシーンが日韓で物議となっていたんだ。投手を睨むような仕草を見せたヌートバーについて、韓国メディアは KBS で解説を務めた韓国人初のメジャーリーガーパク・チャンホ氏のコメントしていたんだ。確かに睨む仕草はファンから見たら闘志みなぎる姿に見えたよ。でも彼の言うことはこんな感じだったんだ。あんな姿を見せてはダメだ。わざと当てたわけじゃない。メジャーにまで行った選手があんな姿を見せてはいけない。韓国は初戦のオーストラリア戦で3つの四球を出しており、ヌートバーへの四球が今大会2試合目にして4つ目の四球だ。日本のネット上では、当てたならまず帽子を取れよ。それがスポーツマンシップだろう。四球しときながらも謝りもしなかったお前らの国の投手だろうが、など多かったね。韓国投手が謝罪も脱帽もなかったのに、ヌートバーを批判するのかと疑問視する声がネット上に多数上がっているんだよ。今回ヌートバー選手が受けた四球はあわや背後に通過するような軌道であり、完全に打者に向かってきたものだったね。そうよ、 MLB ではそういった類の投球は故意四球だと受け取られ、時には乱闘騒ぎに発展するわ。俺とキャシーの意見は一緒だったよ。だってその後死球になりそうな投球をなんとか回避した大谷も同様に投手を睨みつけていた。 MLB の習慣を知っている人間なら批判するようなケースではなかったと思うんだよ。でもさあキャシー、このヌートバーのセリフ見てみなよ。これこそ彼の素晴らしいことだよ。俺が見せたのは日本の動画だった。最高の気分です。もちろんヒットも嬉しいけど、それ以上に勝てたことが嬉しいです。動画の下には英語で字幕がついていて、彼が日本語を話しているのを表していた。日本語で彼が話しているのもほっこりするけれど、その内容にもほっこりしたよ。彼が話していたのは危険球の話だった。ちょうど凝っていたところにぶつかってちょっとほぐされたのでよかったと思います。もうこれに関しては彼の性格がにじみ出ているよね。それでこそヌートバーだよって俺は思った。韓国にぶつけられたってぐちぐち言わないでジョークを言う姿、それが俺は面白いって思うんだ。そして最後に日本大好きありがとうと日本語で絶叫。ねえダウニー、
ツイッターのトレンドもヌートバー一色になっているわ。キャシー曰く、ヌートバーの大活躍に試合中にはツイッターの世界トレンドでヌートバーが1位に急浮上しているらしい。実際日本のコメントを見ても、とことん日本中のハートをつかむたっちゃんの気合のプレー。今日もダイビングキャッチ、ヌートバー気迫あふれるプレー。ヌートバーすでに大好き。最高だこの男。ヌートバー熱くて大好き。こっちこそたっちゃん大好き、などの声が集中していたんだ。本当にこれを見て、俺は大好きな選手が世界で人気になったんだなって思ったよ。しかも相手選手や国の悪口は言わない。なおかつ、きちんと選手として迎え入れられている姿に、俺は感動したね。これからもヌートバーを、そして侍ジャパンを応援しようと思うよ。韓国の投手陣はまずコントロールがなっていない。あの制球で戦うならもっと球威がなければ相手にならない。日本の高校球児の方がよほどコントロールされている。変化球も曲がりが早く、あれでは見極められて当然。確かに大会前から大谷にぶつけると言った選手がいたり、そりゃ日本側もエキサイトするよね。あんな硬いボールをぶつけるなんて危なすぎるし、何より今までの WBC で韓国から受けた挑発を考えると当然よね。ヌートバー選手はメジャーリーガーだし、向こうでは謝罪がないのが当たり前なので、謝罪がないことに対しては本人はそこまで気にしていないのかもしれないし、次はないぞという布告の意味を込めているのだと思うよ。今回のエピソードになったヌートバー選手は走塁や守備も含めて大活躍でした。バッティングで言うと、初対戦のピッチャーに対するアプローチにトップメジャーリーガーの凄さを感じます。今大会では日本が見事3大会ぶり3度目の優勝を飾りましたが、大会を通して相手をバカにしたり見下した発言はなく、相手も強かったと素直に認める姿勢を見せ、各方面から称賛されていましたね。皆さんは今回の第5回 WBC で印象に残る試合はありましたか？ぜひコメントをお待ちしております。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄にお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。日本からはるか北に位置するロシア、飛行機で行っても6時間はかかります。しかも広い領土なので最大10時間もかかるんです。そんな遠いロシアと日本ではいろいろな違いがあります。今回ご紹介するのは、そんなロシアから母親と一緒に引っ越してきたとある女性。彼女は両親の離婚で母親について日本に来ました。そんな母に彼女は、日本とロシアって何が違うの？と尋ねます。その返事を聞いた彼女は、あまりに多くの違いにとても驚いてしまうのです。一体何があったのでしょうか？ぜひ最後まで見て、その真相を確かめてみてくださいね。こんにちは、私の名前はエルサ。日本の青森に住んでいる22歳よ。実は私の出身国はロシアのモスクワなの。そんな私がどうしてモスクワじゃなくて日本にいるかっていうと、私の母がここで生活しているから。実は私の家庭は複雑でね。母はロシア人。父もいたんだけど、母と離婚しちゃったの。その時私はまだ7歳だったわ。このままどうなるんだろうって不安しかなかったんだけど、母がある時にこう言ったの。日本に行くけど、エルサもついてくる？って、これだけ聞くと、なんだこの親はって怒る人もいるかもしれないわね。実は父と母の離婚の原因が、この母が日本に行きたいっていうことだったのよ。もちろん父は生まれ育ったモスクワを離れたくない。
逆に母は仕事の関係で日本に行ったことがあってすっかり好きになっちゃったんだって。幼い私にどっちについてくるか聞いてきたのよ。でも私は母が大好きだったし、遠い異国の地でも母と一緒なら大丈夫だろうなんて、そんなことを普通に思っちゃったのよね。そこから私は小中高校って日本の学校に通っているわ。私からしたら10年以上住み続けた日本に一言言うとしたら、日本に住み続けるのは危険ってことかしら。もちろん危険っていうのは悪い意味じゃないわ。だって危険って思ったらすぐにロシアに戻るじゃない。でも私と母はずっと日本にいたいって思っているのよ。これは昔母に聞いた話よ。私がまだ中学校の頃、学校の授業で世界と日本の違いっていう課題が出て、私は母に聞いたのよ。ねえママ、どうして日本に住みたいって思ったの？何気なく聞いた言葉に母は笑顔で答えてくれたわ。エルサはすでに当たり前に思うかもだけど、まずロシアのトイレって覚えているかしら？トイレ？トイレって公衆トイレ？そうよ。私は外出するのが嫌だったわ。だって外で使えるトイレを探すのが大変だったから。母曰く私は記憶が曖昧なんだけど、ロシアには公衆トイレが極端に少ないらしいの。この使えるトイレってのは、我慢してでも使える程度には整っているトイレということよ。ロシアのトイレは綺麗な公衆トイレが少ないの。なんならマックにわざわざ入って使用する人もいたくらいよ。しかも公衆トイレは少ないし、なおかつ使用にはお金がかかるんだとか。日本では当たり前のように公園や駅にトイレが設置されているわ。でもロシアじゃそんなものはないっていうこと。トイレの使用にもお金はかかるし、なおかつトイレットペーパーの使用にもお金がかかるのよ。エルサ、信じられる？だからマックにわざわざ入って飲み物を買って、それでトイレをしたりしていたんですって。もちろんレストランとかホテルにはトイレがあるわ。でも使用しない人は使うことができないってわけね。お腹弱いからそれ嫌でしょ。エルサなんてしょっちゅうトイレに行くものね。しかもボシュレットなんて普通の一般家庭にはないのよ。ママね、日本に来て感動したのは、どの店にもウォシュレットが設置されていたことよ。母からトイレ事情を聞いた私は中学生ながら驚いたわね。他にも日本とロシアの違いはあるわよ。特にエルサなんて今中学校に通っているからわかると思うけど、普通日本の学校って帰宅時間とか全部生徒一緒よね。うん、朝に学校に行って終わるのはだいたい16時とかだよ。あ、部活していたら18時になるかな。でもロシアは違うんだって。ロシアは学校が多いけれど、その分子供も多いらしい。だから最初の子は8時に登校して1時頃帰宅したら、今度は1時から夜まで勉強する子たちもいるんですって。しかも次の日はまた別の時間に学校に行ったりするみたいで、子供の帰宅時間はまちまちだったらしいわ。私がロシアの小学校に通ったのは1年もなかった。だからそんなに意識していなかったけど、母からすれば子供の帰宅時間がはっきりしなくて不安だったみたい。しかも母は働いていたし、父とも仲が良くなかったから、家に2人いない時に私が帰宅するのは不安だったみたいよ。それにロシアは夏に日が暮れるのが遅いの。日本も夏場は日が暮れるのが遅くなるでしょ。でもロシアは夜11時になってやっと日が暮れるんですって。だから子供たちは夜遅くまで外で遊ぶ子が多かったみたい。ママが子供の頃はよく怒られたわよ。帰りが遅いって。その時はわからなかったけど、大人になってお母さんの言っていた気持ちがわかったもの。ママならやりかねないもんね。おばあちゃんがよく母に手を焼いていたって聞いたけど、それを聞くとすごくわかりやすかった。確かに日本にいると
夜11時は外が真っ暗。そう考えたら不安になるわよね。ちなみにだけど、母から教わって調べたら、モスクワの方が北にあるため、当然のように夏は長く、冬は短いの。何があって、日の出と日の入りの話。日本の夏至である6月21日で見てみるとね、東京の日の出は4時24分で、日の入りは19時だったわ。じゃあ、モスクワはっていうとね、モスクワは日の出が4時39分、そして日の入りが22時22分よ。ちなみに冬で見てみると、冬至である12月22日の東京は、日の出が6時46分で、日の入りは16時32分だったわ。モスクワで見てみると、日の出が9時5分だし、日の入りは17時2分。こんなに差が出ているってわけ。もちろん北にあるモスクワが日の入りや日の出が遅くなるのは仕方ないわ。でもそりゃ子供の帰りも遅くなるわけだし、学校に通う時間が遅くなるのもわかるわね。あとエルサに言えるのは野菜じゃない？野菜？そう、ロシアは甘いものとか多いんだけど、野菜ってあんまり食べないのよ。これには驚きよ。確かに私の母は甘党で甘いものを食べるわ。でも日本に来てから野菜チップスとかを食べるようになったんだって。母の野菜チップス好きは昔からだと思っていたから、まさか日本に来てからだって思わなかった。なんで日本に来てからなの？だって日本のご飯って野菜が多いじゃない？葉物とか根菜とか、ロシアでは捨てるところもお味噌汁に入れたりしてるのよ。当たり前のように食べていたものがまさかロシアだと食べないなんて思わなかった。母もそういうのを口にするのが増えて、野菜って美味しいんだって思い始めたらしいわ。太ネギや大根なんてロシアではスーパーではたまに見かける程度らしいわ。しかも名前がそのまま大根っていうらしくて、明らかに日本から輸入したって感じよね。あと母が日本について褒めていたのは、車椅子の人専用の設備があることだった。何のことだろうって思ったら、スロープのことだったのよ。スロープって知っているかしら？よくデパートや学校、公共施設など入り口に階段がある場所などの門扉から玄関ポーチまでの部分に設けられた緩やかに傾斜した通路のことよ。これがあるとね、車椅子やベビーカーなどでも通行しやすく、足腰の弱い高齢者や小さな子供にも歩きやすいの。私も一度骨折したことがあって、車椅子で通学したことがあったけど、とても助かったわ。他にも車椅子専用のトイレだったり、駅などにもエレベーターがあったり、電車の中やバスにも車椅子専用ってのがあるわね。ロシアにはそれがないの？ええ、ロシアはそれほど普及していないわね。驚いたわ。中学生だった私でも当たり前のように使っていたものがロシアにはないの。もし父について行ってロシアに残って車椅子で生活することになったら、考えただけで不便さにゾッとするわね。おばあちゃんが日本に来た時に嬉しがっていたのってそういう部分だったんだね。ええ、おばあちゃん足腰が悪くなってきたからね、そういう親切な部分が嬉しいって言っていたよ。日本とロシアの違いを聞いて、私は早速違いをメモに取っていったわ。あと他には何かないのって聞くと、母は少し悩んだ後、スーパーについても教えてくれたのよ。そしたら一番驚いたのはスーパーの仕組みなんですって。スーパーってあのどこにでもあるスーパーよ。不思議に思ったら、日本のスーパーは何でも自分で物を入れられるところが違いがあるっていうの。普通のスーパーは自分で物を取ってカゴに入れるのが日本では普通じゃない？でもロシアは違うらしいのよ。もちろん新しいスーパーは日本式のような形が多いみたい。でもロシアのスーパーは基本売り場の前にスタッフが待っていて、自分たちが欲しいものを取ってもらうやり方なんですって。このやり方って、自分はロシア語が話せるけれど、もし日本人だったり
他国の人が遊びに来て話せない時って不便よね。それに基本的にロシアのスーパーでは分量を測って買うんですって。お菓子、果物、野菜などロシアでは量り売りのものがたくさんあるようなの。日本だと基本お肉なども重さによってシールが貼られているけれど、ロシアでは売り場に量りがあるので必ず自分で測って値段シールを袋に貼るんだって。それに驚いたのは賞味期限よ。ロシアのスーパーに置いてる商品は、食品の値下げ品は賞味期限が1ヶ月切れているものも結構あるって。新鮮な卵なんて手に入るのが珍しいくらいで、基本1週間以上過ぎたのが置かれているのが普通だって。賞味期限を気にしなくなったのは日本に来てからだったわね、なんて母は言っていたわ。え？だって毎日食べるものだよ。新鮮なものがいいじゃない。そう思うでしょ。でもロシアでは切れているのが普通だったの。きちんと賞味期限を見て購入しないと、後で軽く2週間過ぎていたって分かったくらいなんだから。日本じゃそんなことありえないわ。だってスーパーでも毎日スタッフが賞味期限をチェックするのが普通じゃない。切れていてそれでお客様が食べたら大問題になるでしょ。それでも期限切れはロシアでは当たり前っていうのよ。さっきも言ったみたいに、スーパーに並んでいる卵の賞味期限がすでに2週間から1ヶ月前ということが珍しくないっていうのはびっくりね。正直日本に住んでいてよかったって思ったわ。だって私は卵かけご飯が大好きなの。でもロシアじゃ1週間以内ならラッキーという感じっていうじゃない。それにロシアの卵には鶏の糞や羽毛がついたままだったりするのも当たり前なんですって。やだ。正直に言う私に母はでしょって言っていたわ。正直私は母についていくのを最初は嫌だと思った。生まれ育ったロシアは7年しかいなかったけど、父もいたし友達もできそうだったの。でもね、それよりも14年以上過ごしている日本の方に思い入れが強いわ。私は中学校の時、母から聞いたこの話を課題で発表したわ。日本と世界の違いについてって。母がなんで日本に行きたいって思えたのか不思議だったから。私の発表は先生にとても好評だったわ。エルサちゃんはロシアに戻りたいって感じないの？発表した後に同級生の女の子にこんなことを聞かれたの。今思うと純粋な気持ちで聞いたんだと思う。でも私は素直にこう答えたわ。ううん、だって私はママについてきてよかったって思うから。だって日本って素晴らしいところが多いじゃない。そう答えたわ。今思い出すと中学の頃に母に聞いたこの話の通り、私は同じことをそのまま言える自信があるわ。日本はとても素敵な国だし、10年以上住み続けたらもうロシアに戻りたいなんて思えなくなるわ。母国に帰りたくなくなるなんて、住み続けるのは危険っていうほど日本は魅力的な国ってことよね。ロシアや外国で日本に興味のある人はぜひ日本に来てみることをおすすめするわね。素敵な話をありがとう。確かに両親の離婚でどっちについていくか悩んでいて、知らない異国に行くあなたの勇気は素晴らしいよ。しかもずっと住みたいなんて素晴らしいって思える。日本の食品への安全性はとても高い。スーパーとか日付が近いのはすぐに廃棄にしたりするのが日常だよね。新鮮な食品を手に入れられることが一番いいことよね。賞味期限気にしてなかったけど、今度から気にしてみる。ロシアってトイレって有料なんだ。確かに僕もお腹が弱いから日本の公衆トイレには助かっているよ。日本とロシアでも違いはたくさんあります。例えば普段使用しているトイレについて、ロシアのトイレットペーパーは本当に吸水性がないんです。ロシア人の論理では吸水性があると二
にじんでかえって不潔だと思う人が多いんだとか、またその延長に吸水性がない、手が汚れない、手を洗わないというロシア人の論理が成り立つわけです。ただ似ているところもあり、特にシャワーを浴びるだけという国が多い中、ロシアでは毎日バスタブにお湯をためて、その中で体を洗います。バスタブにお湯を張るというところは日本と似ていますね。皆さんはロシアと日本の違いについて他にも知っていることなどはありますか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。うちで作った鉄道に国家主席を乗せるわけにはいかないだろう。インドネシア高速鉄道の営業運転が間近に迫ってきたようです。それではここで一つ質問です。もしも皆さんがインドネシアを訪れることがあったら高速鉄道に乗ってみたいと思いますか？どうでしょう。なんとなく不安が頭をよぎる方多いのではないでしょうか。この鉄道事業を行った当事国である中国人も同じようです。今回のエピソードはインドネシア高速鉄道の試乗会に招待された中国の VIP が試乗を辞退したという話題を中心に進められています。なぜ市場を辞退したのか、なんとなく想像できてしまうかもしれませんが、どうぞぜひ最後までご覧ください。新しい乗り物が完成して、それに試乗する機会が巡ってきた。そんな場面に遭遇したら皆さんはどうするかしら。そうね、乗り物が何かにもよるわよね。例えば世界初の空飛ぶ自動車なんてどうかしら。喜んで乗る人もいるでしょうけど、私なら絶対に断るわ。だって危険な匂いがするもの。では日本製のリニアモーターカーなんてどう？これならば私も乗らせてもらうわね。日本製なら厳格な試験を繰り返して行い、安全であるという確証がありそうだから、安心して乗れそうな気がするわ。時速500キロの世界を体験してみたいわね。だけど同じリニアモーターカーでも中国製だったらお断りよ。だってもしも試乗会で事故が発生してもなかったことにされてしまいそうだもの。そんなの絶対に嫌よ。それじゃあインドネシアの高速鉄道はどうかしら。もうすぐ開業すると言われているインドネシア初の高速鉄道よ。乗ってみたいと思う？それとも乗りたくない？実はね、これが今日のテーマなの。インドネシアの高速鉄道を中国が作ったということは皆さんご存知よね。日本が請け負うはずだった工事を中国に横取りされてしまったという件は、このチャンネルをご覧の皆さんにとってはおなじみのはず。そのインドネシア高速鉄道の試乗イベントに中国の VIP が招待されたの。中国が開発したインドネシアにとって初となる高速鉄道、中国人にとっては誇りだと思うわ。その試乗会に招待されるなんて嬉しいことでしょ。ところが招待された人は試乗を拒否してしまったの。どうしてかわかるかしら。これからその件について深掘りしていくわね。紹介が遅れてしまったけど、私の名前はアミ、出版社に勤務している OL よ。わけあって今は海外の鉄道事業についての記事をまとめているの。そんな私のレポートをぜひ聞いてね。皆さんはインドネシアの高速鉄道が今どうなっているのかご存知かしら。2019年に開業される予定だったインドネシア高速鉄道は、用地買収の遅れやコロナ禍による中断などがあって、ようやく2023年に開業の見込みが立ったの。8月にソフト開業して10月1日に営業運転が開始されることになっているわ。ところで
ソフト開業ってどういうことかお分かりかしら？日本ではあまり聞かない言葉だと思わない？このソフト開業というのは、インドネシアで新しい路線が開業する際にいつも使われている手法なのよ。開業期日から逆算してスケジュールを立てられないから、日本のように何年何月何日開業と事前に打ち出すことができないみたい。それで完成が近づいて最低限の運行が可能になったら、最初は少数の招待客を乗せて徐々にその人数を増やしていくという方法を取るわけ。要するに搭載する重し代わりに試運転列車に客を乗せるってこと。そしていつの間にか事前登録だけで誰でも乗れるようになるの。この段階では運賃が無料だったり、通常よりもかなり安く乗れるみたい。こういった一連の状況をソフト開業というのよ。このソフト開業で問題が発生しなければ、一定期間の後本開業となるわけ。つまり市場が最終安全テストを兼ねているようなものね。もちろん日本ではこんなことしていないわ。きちんと重しを乗せて念入りにテストを繰り返してから人を乗せるという手順を取るからね。インドネシア高速鉄道に関しては私も随分と長い間取材に関わってきたから、ようやく開業となると感慨深いものがあるわ。日本の新幹線がインドネシアを走るんだと期待を膨らませた時期もあった。その夢がインドネシアジョコ大統領の気まぐれでついえた時も、中国に案件を奪われてしまった時の虚しさ、日本と中国を天秤にかけて好条件を引き出したジョコ大統領の狡猾さ、でも結局は中国のペースに引き込まれてうまくまとめたはずの条件がひっくり返されて、インドネシアにとっては最悪の条件になってしまったのよね。かわいそうにという気持ちと、ほら見たことかという気持ちが同居していたわ。工期短縮、費用圧縮、政府による財政負担なしという中国案は夢のまた夢となり、工期延長、費用膨張、政府による財政支出、インドネシアにとっては随分と手痛い事業料を支払う羽目に陥ってしまったわよね。信用を裏切って打算に走るとひどい目に遭うということを学んだんじゃないかな。それでもなんとかやってきた。一時は高速鉄道工事が中止になってしまうんじゃないかと心配した時もあったけど、もう少しで開業というところまで来たんですもの。日本人の立場からしたらとても拍手なんて送れないわ。だけど一つの事業がゴールを迎えるのだから、私なりに注目している。紆余曲折あったにせよ、インドネシア初の高速鉄道なんですもの。中国とインドネシアが手を取り合って完成までこぎつけたのだから、温かい目で見守ってあげようと思っていたわ。だけどそんな私の思いに冷や水を浴びせるような出来事があったの。それが冒頭でお話しした中国人 VIP の市場拒否問題よ。これは2022年の出来事。延期に次ぐ延期となっていた鉄道工事にようやく目処が立ち、開業へ向けての機運を高めようとジョコ大統領のテンションが上がり始めた頃だと思うわ。ちょうどその頃、インドネシアでは主要20カ国地域首脳会議が開催されていたの。そのために各国の首脳がバリ島を訪れていたのよね。それでジョコ大統領は中国の習近平国家主席を招いて、インドネシア高速鉄道の試乗イベントを企画したの。いろいろとトラブルだらけだったけど、中国が作り上げたインドネシア高速鉄道でしょ。その当事国である中国とインドネシアのトップが手を携えて、両国の架け橋ともなるべき高速鉄道に試乗する。多くのメディアを呼んで大々的に宣伝し、世界中に発信すれば中国にとってもインドネシアにとっても大きなアピールになるはず。終わりよければ全てよしってことで、これまでの問題は水に流して、この先も仲良くやっていこう。きっとジョコ大統領はそんな妄想をしていたんじゃないかしら。ところがそんな熱い思いを抱いていたのは
ジョコ大統領だけだったみたい。習近平国家主席はジョコ大統領の招待を辞退しちゃったのよ。ジョコ大統領からのラブコールは儚く散ってしまったというわけだけど、習近平も釣れないと思わない？だって本来ならば日本が請け負うことになっていた工事に無理やり頭を突っ込んで奪い去っていった張本人なのよ。その上、工期が伸びてしまったのはインドネシアのせいだから中国は悪くない。だから工期延期分の費用はインドネシア政府が負担すべきだなんて非常な通達をしてインドネシアを困らせた張本人でもあるわけじゃない。そんなひどい目に遭いながらもジョコ大統領は中国のご機嫌をとって試乗会に招待したのよ。それならば自国が請け負った鉄道事業でもあるわけだし、試乗くらいしてあげてジョコ大統領の顔を立ててあげてもいいと思うでしょう。習近平って冷たいわよね。ちなみに公になっている試乗自体の理由は習近平国家主席の外交スケジュールの都合だとされている。だけどインドネシアのことを大切に思っていたらそんなのいくらでも都合はつけられるはずよ。結局のところインドネシアにとって中国は大切な存在だけど、中国にとってはインドネシアなんて数ある友好国の中の一つに過ぎないのよね。だからめんどくさいイベントなんて断ってさっさと次の外交へ行きたかったということでしょう。だけど習近平国家主席が市場を辞退したのにはもう一つ別の理由があるんじゃないかと言われているの。それは安全性の問題よ。インドネシア高速鉄道に市場してその様子を世界にアピールするのはいいけど、もしも試乗中に事故が起きたらどうしようという不安があったんじゃないかと言われているみたい。要は自分の国が作った鉄道を信用できないということよ。いや、中国が作った鉄道だから余計に信用できなかったのかもしれないわね。実はこの直前に中国国内の高速鉄道で事故が発生しているの。場所は中国貴州省陽江。中国の高速鉄道が崩れた土砂に乗り上げて近くの駅のホームに突っ込み、運転士1人が死亡、乗客8人が負傷するという事故が起きていたのよ。この事故の印象を拭いされない中国政府が自国によって作られた鉄道の安全性を危惧して試乗をキャンセルしたんじゃないかと言われているの。まさかと思うかもしれないけど、自分の立場に置き換えてみたらどうかしら。なんとなくためらうと思わない？そう考えるとソフト開業というのもなんだか怖いわよね。一般的に考えるなら人間ではなく重りを乗せて試験を繰り返し行い 100% 安全が確認されてから乗客を乗せるべきでしょう。ソフト開業だなんてやんわりとした言葉を使っているけど、厳しい言い方をすれば人体実験しているようなものじゃない。となると習近平国家主席が二の足を踏むというのもなんとなく納得できるわ。でも自国の鉄道を海外へ売り出そうと考えているのなら、その国のトップとして安全をアピールする上でも乗るべきだと思うわ。それができない習近平国家主席ってリーダーとしてどうなのかしら。私はこういう人は嫌だわ。皆さんはどう？中国のトップが乗りたがらない高速鉄道なんて嫌だな。なんだかいろんな因縁がついちゃっているし、この先もまだまだ何か起こりそうな気がする。ものすごく費用がかさんじゃって採算を取るために40年以上かかるなんて言われているよね。中国が作った鉄道が果たして40年も持つのかな。習近平さんは本格開業後何年か経過して事故が起きなければ乗るんじゃないかな。つまり安全じゃない乗り物を他国に売りつけているってことだよ。ジョコ大統領は何から何までとほほな人だね。インドネシア国民は彼のことをどのように思っているんだろう。インドネシア高速鉄道を運営する KCIC は2023年6月22日、
時速356キロという最高速度試験走行に成功し、走行時の安定性、静粛性が確認されたとしています。これを契機に、独立記念日翌日のソフト開業、10月の営業運転開始という工程が具体的に動き始めました。ところが、ソフト開業実施10日前になって、ソフト開業による試験走行を9月まで延期するとの発表があり、まだ何かありそうな雰囲気を醸し出しています。通常ならば営業運転開始前の試験走行は数ヶ月から1年かけて実施するケースが多いようです。その間に安全性を 100% 確実とするための各種試験が繰り返されるわけですが、インドネシア高速鉄道の場合は2ヶ月足らずでのソフト開業ということで、当初より安全面での不安が払拭できないという声が出ていたようです。そうした不安が現実のものになって現れたという見方もあり、10月の営業運転開始というスケジュールが本当に実現できるのかは未だに不透明な感じです。ここまで延期になっているわけですから、徹底的に安全を確認した上で営業を開始した方がいいと思うのですが、皆さんはいかがお考えでしょうか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。四方を海に囲まれた島国である日本を守るため、海上自衛隊は数々の強力な護衛艦を配備しています。その性能や自衛隊の練度の高さから、海上自衛隊はアジア最強と称されることもあるんです。あの中国も海上自衛隊の実力を認め、空母よりも危険な船として3隻の船を紹介しているのですが、それは意外にも護衛艦ではありませんでした。一体どんな船なのか思い浮かびましたか？正解はぜひこの動画で確かめてください。早速世界から高く評価される海上自衛隊の実力について解説していきます。まず海上自衛隊の実力を語る上で、護衛艦の存在は外せません。日本の周辺海域を守る要といえる存在で、2021年3月末時点では47隻がその任務についています。一般的に護衛艦とは、駆逐艦、フリゲート、コルベットなどの水上戦闘艦の総称です。その任務は艦隊や小船団を護衛し、対戦、対空戦闘を行うこと。状況によっては水上打撃戦や上陸支援、陸地攻撃、哨戒、監視などの任務も遂行する艦艇と定義されています。しかし実は海上自衛隊における護衛艦の定義はこれと異なるのをご存知でしたか？海上自衛隊の戦力の中核を担う部隊の一つが護衛艦隊で、艦隊が運用するのが護衛艦です。海上自衛隊では敵の潜水艦、航空機、水上艦艇による脅威に対処する能力と、日本の周辺海域や海上交通の安全を確保できる海洋性を持つ水上戦闘艦をすべて護衛艦と呼んでいます。その区分も独特で、ミサイル護衛艦 DDG、汎用護衛艦 DD、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH、近海警備用護衛艦 DE、多機能護衛艦 FFM の5種類です。それぞれの特徴を見ていきましょう。まず、中距離対空ミサイルを装備して、艦隊の広域防空を主務とするのが、ミサイル護衛艦 DDG です。現在は、混合型、同型艦4隻、アタゴ型、同型艦2隻、マヤ型、同型艦2隻が運用されています。ちなみにこれらの艦は、
武器システムにイージスシステムを搭載したイージス艦です。また、汎用護衛艦 DD は、短距離対空ミサイル、対艦、対戦ミサイル、中口径速射砲、哨戒ヘリコプターなどを搭載しています。対空戦、対戦戦、対水上戦など活躍の場を選びません。現在汎用護衛艦として、朝霧型、村雨型、高波型、秋月型、朝日型が就役しています。空母への改修が進んでいるとして、たびたび話題になるのが、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH です。現在ヒューガ型と出雲型が運用されており、改修によりヘリコプターだけではなく、戦闘機の運用も可能になりつつあります。近海警備用護衛艦 DE とは、その名の通り、近海、沿岸海域の防衛を担うために建造された小型の護衛艦です。現在は、阿武隈型の6隻が就役しています。満載排水量約2900トンと、汎用護衛艦 DD の村雨型などの半分程度なのが特徴です。そして、最も新しい艦種が、多機能護衛艦 FFM で、すでに最上型として4隻が進水式を終えています。従来の護衛艦とは違う新しいタイプの艦で、高いステルス性を備え、小人化が図られているなど、今後大注目の艦種なんです。これまで護衛艦の種類と代表的な艦名を紹介してきましたが、知っているものはどれくらいありましたか？ちなみに、日本の護衛艦の一部は、他国でいう駆逐艦に相当すると言われています。駆逐艦は速力が速く、対戦戦を主任務としており、各国の主力艦艇とも言える存在です。そのため、他国メディア、特に中国からは、日本は他国から注意を引かないように護衛艦と名乗っていると批判されることもあります。確かにどこまでが自衛なのかというのは難しい問題ですよね。いずれにせよ、これらの護衛艦が日本を守ってくれる心強い存在なのは間違いありません。ところが2018年、ある中国メディアが空母よりも危険な船として紹介したのは護衛艦ではありませんでした。それはなんと海洋観測船だったのです。海洋における軍事作戦、特に潜水艦作戦や機雷戦を行うにあたっては、海上のみならず、海中や海底地形の状況についても十分に把握しなければなりません。軍事作戦のために必要な海洋情報を収集する艦が海洋観測艦です。記事で紹介された3隻の海洋観測船について詳しく見ていきましょう。一隻目は、二見型海洋観測艦の2番艦として、1986年に就役した若さです。スペックは、標準排水量2050トン、全長97メートル、幅15メートル、最高速度16ノット、105人まで搭乗可能です。海底地形プロファイラー、磁気センサー、海流測定機器、ソナー測位装置などを装備しています。遠隔操作型無人探査機も搭載可能で、2011年3月の東日本大震災では、救援物資の輸送任務を担ったことが記事で紹介されていました。2隻目は、日南型海洋観測船で、1999年に就役した日南です。こちらのスペックは、標準排水量3300トン、全長111メートル、幅17メートル、最高速度20ノットで、定員は80人。CTD、流速計、気象観測装置、海底ソナー、マルチビーム地形測定器、遠隔操作型無人探査機、さらに小型作業艇2隻などを備えています。2005年には東シナ海海域で海洋生物や海底地形などのデータ収集を実施。こちらも東日本大震災では救援任務で活躍しています。3隻目は湘南型海洋観測船で2010年に就役した湘南です。スペックは標準排水量2950トン、全長103メートル、幅 16.4 メートル、最高速度16ノットで、定員は80人。CTD、マルチビーム海底地形プロファイラー、サンプル採取装置、栄光ソナーなど様々な海洋環境、
音声学測量設備を備えています。2016年4月に中国の護衛艦隊が沖縄を通過した際には、湘南も監視船の一つとして派遣され、太平洋から東シナ海へと戻る中国海軍艦隊を発見しました。若狭、日南、湘南の名前を皆さんはご存知でしたか？普段から自衛隊について調べていないとなかなか知り得ない船だったのではないでしょうか。中国にとっては的確に敵を見つける海洋観測船は護衛艦以上に怖い存在のようですね。もちろん護衛艦を軽視しているというわけではありません。中国メディアはたびたび海上自衛隊の実力に関する記事を掲載しており、その中では護衛艦もたびたび取り上げられています。例えばあるメディアは、海上自衛隊はアジア最強とも称されていると紹介する記事を掲載しました。記事はまず、敗戦国である日本は憲法上の縛りにより空母、原子力潜水艦、策略爆撃機、核兵器などを保有できないと指摘。しかしそれでも日本の海上戦力は確実に発展しており、多くのヘリコプター搭載型護衛艦を収益させたと伝えています。その排水量は他国の軽空母よりも大きいほどで、ヘリコプターを搭載しているだけで実質的には軽空母と変わらないとも主張しました。また日本は多くの潜水艦を保有しており、中でも双流型潜水艦は注目に値すると紹介。世界で初めてリチウムイオン電池を搭載したこの潜水艦は、長期間潜水できて静粛性にも優れていると指摘しています。さらに海上自衛隊は対戦能力も世界トップクラスで、空中、海上、海中の三位一体対戦システムを構築していると紹介し、中国としては警戒心を持たざるを得ないとしました。ちなみに海上自衛隊の選定だけではなく、基地に注目したものもあります。中国の動画サイトにアップされたある動画では、海上自衛隊の基地6カ所の紹介を通じてその実力を解説していました。紹介されたのは、いわゆる海上自衛隊5大基地と言われる青森県むつ市の大港基地、神奈川県横須賀市の横須賀基地、京都府舞鶴市の舞鶴基地、広島県呉市の呉基地、長崎県佐世保市の佐世保基地、そして沖縄県那覇市の那覇基地です。動画では最北にある大港基地はロシアに近く、村雨型護衛艦の夕立などが在籍していると紹介。横須賀基地は東京に近く、直接太平洋に面した港で、米海軍施設もあって空母のメンテナンスも可能としています。日本海にある舞鶴基地には愛宕型イージス艦などが在籍し、大港へも佐世保へも応援に行ける立地だと紹介しました。また呉基地は護衛艦加賀のほか、多くの潜水艦も在籍しており、その数が非常に多く重要な基地だと指摘。佐世保基地は中国の青島市や上海市に近く、交通の要所である対馬海峡のすぐそばで、東シナ海にもすぐ出ることができ、非常に重要な位置にあると分析しています。そして海上自衛隊の第5航空軍が配備されている那覇基地は、近くに普天間基地や米軍カナデ基地などもあり、上海や台湾海峡に近く、第一列島線の重要な位置にあると紹介しました。動画の作成者は、これらの基地の立地や配備体制を踏まえると、海上自衛隊の実力は自衛の範疇を超えると主張。中国は日本に対する警戒を緩めるべきではないと締めくくっています。もちろん海上自衛隊の実力を認めているのは中国だけではありません。例えばアメリカの雑誌、ナショナルインタレストは、海上自衛隊の艦艇と人員の数、装備の性能、組織力のどれをとってもアジア最強だと指摘しています。主要装備の性能や役割を詳しく説明した上で、東日本大震災発生時の災害救助活動の実績を紹介し、海上自衛隊の展開力の高さも折り紙付きだとしているのです。他にもインドの新聞ビジネススタンダードは、中国が護衛艦加賀の収益を非難した際、日本寄りと取れるコメントを掲載しています。ミッドウェー海戦でアメリカ海軍に撃沈された旧帝国海軍の空母加賀と同じ名前を冠していることから、中国は加賀を悪名高き軍艦として非難したのですが、
ビジネススタンダードには、加賀がヘリコプター搭載艦として復活したことにより、日本はアジアで唯一、2隻の航空母艦サイズの軍艦を持つ海軍大国になったと記載されました。また、ビジネススタンダードは、豊富な防衛予算も海上自衛隊の強みだとしています。防衛費の上限が全体の 1% という制約がありながらも、日本の2017年の防衛予算は436億ドルで、インドの535億ドルよりも少し少ないだけだ。そして、インドや中国と違い、日本は陸軍よりも海軍と空軍に多くの予算を回していると、予算面でも決して自国や中国に負けていないと指摘しています。他国の報道は、海上自衛隊の軍事力とその強化について好意的に見えます。これらと比べると、中国メディアの報道からは焦りや警戒が強く伺えますよね。これはある意味、近いうちに日本を攻めたいと言っているようなものです。尖閣諸島問題をはじめ、中国とは外交上多くの問題があり、いつ軍事衝突が起こってもおかしくありません。海上自衛隊には今後も着実に防衛体制を強化していってほしいですね。海上自衛隊には見栄えする艦隊が揃っているね。他界した僕の父は第二次世界大戦中エンタープライズにいたんだ。彼が今の日本の海上自衛隊を目にしたら心底感銘を受けるだろうね。とても機能的で美しい見た目をした艦艇たちだ。日本が海上自衛隊の予算を増幅させることはもはや世界が望んでいること。東アジアの安定を保つためにはそれが必要なんだ。俺もアジア最強は日本だと思う。あの国には素晴らしく強力な海上自衛隊がある。そして実際問題、それだけの武力が必要になる時がいつか来るはず。戦時中日本がアメリカにどれだけ打撃を与えたか、今だってその恐怖は彼らの脳裏に焼き付いている。日本人は決して体格には恵まれてないが、ガッツがあって愛国心が信じられないくらい強い。日本は自分たちの身を守るためならいくらでも本気を出すだろう。海外のネットユーザーに愛される海上自衛隊の魅力は高い実力だけではありません。毎週金曜日に振る舞われるパレーでも注目を浴びています。中でも話題になったのが、海上自衛隊各艦秘蔵のレシピを楽しめるレトルトカレー、横須賀海事カレーシリーズ。砕氷艦しらせ、試験艦アスカ、護衛艦夕霧、護衛艦霧島、掃海艦江ノ島、掃海艦八丈、潜水艦渦潮、潜水艦瀬戸塩の8艦それぞれのカレーを楽しめます。艦艇ごとにレシピが違うなんて面白い、パッケージがかっこいいなど海外でも評判なんです。ちなみにスパイスを贅沢に使用したカレーは医学的見地からも有用なレシピで、寒さ暑さに対する適応力の向上、新陳代謝の促進などの健康効果が期待できるんだとか。次にカレーを食べるとき少し意識してみると面白いかもしれませんね。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは訪れてみたい場所、旅行に行きたいところはありますでしょうか。新型コロナウイルス感染症が流行してから自粛が求められ、行きたい場所に行けずストレスになっていたことも多かったですよね。現在は新規感染者数は減少傾向にありますが、未だ気の抜けない状況です。海外からの観光客に戻ってきてほしいという気持ちは強いですが、
外国や国内の現在の流行状況なども踏まえて、水際対策の段階的な見直しを検証していく必要があると言われていますよね。今回はそんな制限のある状況で旅行の計画をする海外の若者のお話です。高速鉄道に興味を持った彼は、どうやらコロナ以外にも危険な状況に直面してしまうようですが、一体どのようなことが起こるのでしょうか。ぜひ最後までご覧くださいね。僕はアメリカ人の大学生。コロナが蔓延して自由に遊びに行けない状況だけど、みんなはどうやって過ごしてる？2019年12月初旬に中国の武漢市で第1例目のコロナ感染者が報告された。その時は怖いなぁとは思ったけれど、まだ自分事として実感が湧かなかった。それからわずか数ヶ月ほどの間にパンデミックと言われる世界的な流行となった。その時僕は大学に入学したばかりの年だった。人生で一番と言えるくらい猛勉強して入った大学だ。幸い仲の良い友達もできて楽しく大学生活を送れそうだなと思った時だった。コロナは世界中に広まり、連日多くの人が新たに感染したというニュースが流れ、不安な日々が続き、信じられないくらいたくさんの人が亡くなった。僕らも感染が広がるのを防ぐため、自由に人と会ったり外出したりできなくなった。せっかくできた友達と会うこともできない。オンラインで勉強したり友達と遊んだりもしたけれど、なんとなく味気ない感じがするよね。一人で過ごすことも思った以上に多い。これじゃあ彼女を作ることもできない。僕の青春は真っ暗だ、なんて落ち込んだこともあったな。それから数年経って事態は少し落ち着きを見せてきたと思う。まだ油断はできない状態だとは思うけれど、ワクチンもしっかり受けた。大学生活の思い出くらい作ったってバチは当たらないだろう。僕たちは気の合う仲間たちと大学の休みの時期に旅行に行く計画をしている。もちろん安全を十分に考えた上で、状況によっては中止にする可能性も考えている。みんな今まで我慢していた分欲求が溜まっているらしく、いろいろな意見が上がり、まとまる気配がない。このままでは行き先が決まらないため、それぞれプランを作って発表し、行きたいと思ったプランに投票して決めようということになったんだ。僕はとても張り切った。みんなが喜んでくれるプランを考えて、もっと仲良くなりたい。僕はインターネットを活用して情報を集め、旅行のプランを練った。休暇の日数は結構あるし、せっかくだから遠くに行きたい。アジアのあたりで面白そうな場所はないかな。まずは行き先の候補として中国を調べた。コロナの第1例目の感染者が発生した国だけど、現在はどんな風になっているんだろうという興味があった。以前のように自由に旅行できるようになっているなら、みんなでワイワイ中華料理を食べたりしたら楽しそうだよね。都市は栄えているし、大自然も堪能できる。レンタカーを借りるのもいいけど、大きな国だから高速鉄道で移動すれば広い範囲を観光することができそうだ。でも調べながらがっかりした。コロナのせいで入国制限されている場所がまだ結構多いんだ。行ってみたいと思う場所はいくつか見つかったけれど、安心して旅行できるかといえばそうではないかもしれないと思ってしまう。これはもう少し落ち着いてからじゃないと無理かもしれない。それから調べていると少し気になることがあった。中国の高速鉄道を検索すると、事故や脱線というワードがすぐに出てくるんだ。
あれ？これは結構最近のニュースじゃないか？僕は2022年6月4日に中国貴州省で高速鉄道が脱線というニュース記事を見つけた。うわ、大変な事故じゃないか。その事故は中国の貴州省貴陽市から広西チワン族自治区桂林を得た広東省広州を結ぶ高速鉄道路線の陽光という駅で発生した。貴港旅客専用線という路線で、別名は貴港高速鉄道。記事のトップには写真が挙げられていて、目も当てられないようなひどい状態になっている高速鉄道の車体が写っている。トンネルを出たところで直前に発生していた土石流に乗り上げてしまい脱線したそうだ。鉄道が脱線するとこんなになってしまうのか。僕は先頭車両が右に曲がるようにして駅のホームに激突し、運転席部分が押しつぶされぐちゃぐちゃに壊れてしまっている写真を見て絶句した。脱線した先頭車両の一部が陽光駅のホームに乗り上げ、前方の運転室が大破してしまっている。救急隊員が乗客の救出に当たっている姿が生々しい。ニュース記事では高速鉄道の列車が崩れた土砂に乗り上げて脱線してしまったと報じている。運転士1人が亡くなり、130人余りの乗客などのうち8人がけがをした。現場付近は当時断続的に雨が降っていた。山から崩れた土砂が線路に流れ込んだことが事故の原因ではないかと伝えられている。そういえば中国って事故が多いイメージだよな。あ、関連ニュースのリンクが貼ってあるから見てみよう。僕はその記事に貼ってあるリンクを見てみた。今見ている貴州省の事故の2年前、2020年3月に湖南省で起きた事故だ。北京西から広州に至る路線で京広線という鉄道路線だ。1人が亡くなり、120人以上が怪我をする大事故が起きていた。貴州省の事故と同じように大雨が降り、地滑りの発生が原因とされている。こんなに短期間に似たような事故が起きるって怖いな。僕たちが乗っている時に事故が起きるかもしれないなんて考えたくもないよ。怪我をしたり亡くなってしまった方は本当に気の毒だ。僕はニュース記事を読んで不安な気持ちになってしまったため、高速鉄道で事故を起こしていない国を探してみた。まず出てきたのは台湾の高速鉄道。最高時速は 300km。 台北市から高雄市の2大都市を結ぶ約 350km を1時間36分で駆け抜ける。この高速鉄道が開通する以前は最速の在来線特急自強号でも3時間59分かかっていた。2007年の開業以来目立ったトラブルはないそうだ。これは日本の高速鉄道新幹線の技術が使われているため台湾新幹線とも呼ばれている。日本から新幹線の車両技術を輸出して海外に導入した初めての事例だ。その元となった日本の新幹線も1964年に開業してから50年以上の間、死亡事故はゼロだそうだ。これなら安心して乗れそうだ。日本の高速鉄道ってすごいんだな。台湾も気になるけど、鉄道で旅行に行くなら日本にしよう。僕はそれから日本旅行のプランを考えた。東京を観光し、高速鉄道で大阪に移動する旅だ。およそ 500km の距離を2時間30分程度で移動できる。必要な料金やかかる時間を調べ、魅力的な食べ物や綺麗な景色が見れる場所の写真を集める。そうしてまとめたプランを友人たちに SNS で送る。
他のみんなもいくつかプランを出してくれているみたいだな。僕はワクワクしながらそれを一つ一つ見た。みんな気合の入ったプランだな。かなり予算をオーバーしていたり、日数的に無理があるだろうっていうのも混ざっていたりして面白い。その中でいいなと思ったプランにアプリを使って投票するんだ。誰が誰に投票したかわからないシステムになっている。ちょっとドキドキするよね。僕は友達が出しているプランに質問したり、ツッコミを入れたりした。僕のプランにもみんな興味津々って感じだったよ。どうしてこんなに高速鉄道にこだわったんだよ、なんて言われたりしてしまったけどね。中国の事故のニュースを見たショックが大きすぎたせいだよね。僕は気になることがあると結構集中して調べてしまう癖があるんだ。それから投票の結果はどうなったと思う？僕のプランが1位になったよ。面白そうな場所にたくさん行けそうだし、知らなかったことが結構分かって勉強になった。なんて言ってもらえて嬉しかったな。でも、大阪に行くならここも行きたいとか、買いたいものがあるからこっちにも寄ってほしいなんて意見がどんどん出てきてしまっていて困っている。友達とこういう風に話し合うのって楽しいね。自粛しなくてはいけない期間に失ってしまったものもあるけれど、これからみんなと楽しい思い出を作っていきたい。実際に旅行に行くときにはウイルスや事故の心配なんてせずに安全に旅行できる状況になっているといいな。中国って国が大きいからこういう事件は多々あるだろうけど大丈夫かな。思っていたよりはるかにひどい脱線だったんだね。列車が土砂と接触してから900メートル以上滑ったとか、土石流が速くて鉄道管理者も運転士さんも気づかなかったのか。ご冥福をお祈りします。前の週から大雨が降り続いていて、各地でも被害が出てたらしいね。中国の気候の特徴はよくわからないから一概になんとも言えないけど、降水量は24時間で94ミリって、そこまでの事故が起こるような大雨ではないと思う。均等に降ったとして長靴で防げる程度だよ。排水設備の悪い盆地ならば一部道路が浸かるかもしれないな。トンネルの上部を通っている高速道路の建設時に発生した泥が線路に流れたりしたっていう情報もあるけど、線路の周りが全然整備されていないのが原因だったりするのかな。好転時の運転マニュアルはどうなっているんだろう。高速道路は速度規制がかかるし、飛行機も制限があるよね。日本では最近大雨や台風の場合、かなり早い時間から警戒してゆっくり走ったり運行停止したりするよね。市街地じゃない山岳地帯とかを通行する車両には何か規制があってほしいな。大雨で速度落としたり運行停止したりしていると利用している時はなんて不便なって思うけど、こういう事故を見るとやっぱり正しいんだなって思うよね。日本と台湾以外の高速鉄道には乗りたくないなって思ってしまう。中国で事故が起きてしまった気候旅客専用線は別名気候高速鉄道と言います。全長は857km と東京から大阪までの倍以上の距離。最高速度は 207.5km を誇ります。紀陽甲州間をほぼ直線でつないでいて、所要時間は約5時間ほど。延々と続くような山々や広々とした瑠璃大草原、部族第一砦、車江ダムの万歩良田などの世界自然遺産、文化遺産の名所を通ります。また中国および
世界で一番大きなミャオ族の集落地と言われる美しいミャオ族トン族自治州、天下一の景色と言われる渓林、水墨画の世界のように清らかに流れる理工、越文化を誇っている物産と甲州を結んでいる魅力たっぷりの観光列車です。総工費は858億元、1億元は日本円にすると約20億円なので、ものすごい金額ですよね。2008年10月13日に着工し、2014年12月26日に開通しました。この路線の開通前に紀尾から甲州に向かうには、古今線、京光線を湖南省朱州経由で北側を迂回するか、または昇金線、昇京線、霊丹線、山武線で南側を大きく迂回しなくてはなりませんでした。そのため紀甲旅客専用線の開通は非常に大きな効果をもたらしました。事故が起きてしまったことはとても残念で、亡くなった方にはご冥福を申し上げます。しかしこうして魅力的な場所に便利に訪れることができ、観光に訪れる人や地元の人々の暮らしを豊かにしている紀甲旅客専用線です。今後は事故が起きないよう安全運転で運行してほしいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。